楠本康とは、大阪府水田市出身のプロ野球選手、宇藤左田、横浜 DNA ベイスターズ所属、大阪府水田市で出生。小学1年生の終わりに、岡山県へ転居すると、ジップの影響で、小学4年生から野球を始めた。小学6年時に、神奈川県横浜市へ転居し、転校先の横浜市立山内小学校で、松井裕樹と出会う。 横浜でも野球を続けようとしていた楠本は松井から俺らとやろうよと誘われ、松井が当時所属していた元石川サンダーボルトに入部。その後松井にセレクションを一緒に受けようと言われ、横浜ベイスターズのジュニアチームを受験。二人とも合格し、この年の NPB ジュニアトーナメントに出場している。なお、横浜市立山内中学校に進学後も、 松井とは、お葉力東シニアで共にプレー。3年夏には、日本リトルシニア野球選手権大会で、日本一に輝いた。花咲徳坂江高等学校に進学後は1年秋から、内野手として、ベンチ入り。入学当初は、打球が、外野の頭を超えることがなかったが、監督の岩井隆のもとで、ミート力を磨きレギュラーに定着。2年秋には、野球部を、 県大会優勝、関東大会準優勝に導いた。3年春には、第85回記念選抜高等学校野球大会に出場。初戦の岐阜商戦で3番遊撃で先発するも無安打に終わり、チームも初戦敗退した。その後の県大会も予選敗退し、夏の甲子園には出場できなかった。同学年には、若月健也がおり、 楠本自身も当時からプロ志望であったが、若月の存在や祝いの助言もあり大学進学を決意、東北福祉大学へ進学する。東北福祉大学へ進学後は、1年春から、レギュラーで、仙台6大学野球のリーグ戦に出場。4年間で、リーグ通算99アンダーを打ち、最優秀選手賞と打点を2度、本塁打王、首位打者を1度獲得。 また大学代表にも通算3度選出され、第41回日米大学野球選手権大会や第29回ユニバーシアード競技大会では4番を務めた。大学時には右肩を痛め、一時は一塁や指名打者として出場することもあった。また強権を生かすため、4年時に内野手から外野手へ転向している。2017年の NPB ドラフト会議で、 横浜 DNA ベイスターズから8巡目で指名。支配下登録選手としての契約を前提に、指名された全82選手のうち、81番目の指名であったが、後に契約金2500万円、年俸700万円という条件で入団した。背番号は37。2018年、春季キャンプから一軍に入ると、オープン戦初戦の2月24日の対、 読売ジャイアンツ戦では、この年の新人選手としての初本塁打を、トネチアキから打つ。以降のオープン戦も好調で、11試合の出場で、打率、533、2本塁打という好成績を残し、同期入団の新人選手から上里和樹、宮本秀明と共に開幕1軍入りを果たした。3月30日の東京ヤクルトスワローズとの、開幕戦5回裏に、 石田県大の代打で公式戦デビュー。4月5日の対阪神タイガース戦2回戦で公式戦初のスタメン出場を果たすと、以降3試合でスタメン起用された。しかし、スタメン4試合目だった4月14日の対中日ドラゴンズ戦で5回裏に至球で出塁後、自打者のミネイヒロシのぞみが放った打球の判断を誤り、一塁に戻れずにタッチアウト。 7回表の守備から交代させられ、試合後に登録抹消となった。監督のアレックス・ラミレスは、クス元にアンダは出ていないが、スランプとまでは思っていなかった。しかし、ソウルイミスを犯していては、試合の流れを相手チームに渡しかねない。野球は流れが重要なので、流れを相手に渡さないために交代したと説明した。約1ヶ月半後の5月31日に再び1。 軍に昇格すると、2番、右翼手でスタメン出場した6月3日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、一軍公式戦初安打と初の長打を打った。一軍公式戦全体では、56試合の出場で、打率、205、2打点、2盗塁を記録した。2019年、オープン戦で12球団トップの打率、388を記録し、2年連続で、 開幕1軍入り、レギュラーシーズン開幕戦の3月29日、対中日戦に2番右翼手でスタメン出場を果たした。しかし、以降の公式戦では、打撃が振るわず、5月上旬に2軍へ降格した。最小格後の6月9日の対埼玉西部ライオンズ戦で、2点ビハインドで迎えた8回裏、西満塁の局面で代打に起用されると、デュアンテヒースから、 プロ初本本打打打打となる、逆転満塁,本塁打を打った。日本プロ野球で公式戦の初本塁打を代打満塁本塁打で記録した日本人選手は史上8人目代打逆転満塁本塁打での記録は1975年の久保俊美以来史上2人目であった2020年2軍では打率365オプス1.118と圧倒的な成績を記録した 一方、一軍では主に代打として24試合に起用されるが、打率。154オプス、588と結果を残すことはできなかった。的確なバットコントロールが持ち味。また、選球眼がよく出塁率も高い。相性は、クッスー。小中学校で同級生だった松井裕樹とは別々の高校へ進学してからも連絡を取り合う中である。 楠本がドラフト会議で DNA から指名された際には、松井から LINE 経由で同じグラウンドで会えることを楽しみしているとのメッセージが送られたという。DNA 入団1年目の5月31日には、自身の一軍復帰が横浜スタジアムでの大落天戦と重なったことから、試合前に松井との再会を果たした。ありがとうございます。